とブランコバンで、ルーマニアの貴族の血を引く家系に生まれた。1897年に、ノアイユ公爵、マチューフェルナンフレデリック・パスカルド・ノアイユと、結婚してからは、アンナ・エリザベートド・ノアイユ伯爵夫人と名乗るようになった。1876年11月15日、ルーマニアの貴族であるビベスコ家とブランコバン家の血を引く。 父グレゴワール・ビベスコバッサラバと音楽家の母ラルカ・ムスロスの娘としてパリに生まれた。余談だが、後にポーランドの第三大首相を務めるポーランドの作曲家、イグナツ・パデレフスキはアンナド・ノアイユの母であるラルカ・ムスロスに惹かれて、数曲を彼女に捧げている。1897年にノアイユ公爵。 マチューフェルナンフレデリック・パスカル・ド・ノ・アイユと結婚し、アンナ・エリザベート・ド・ノ・アイユ伯爵夫人と名乗るようになった。1900年には、一人息子のアンヌ・ジュールを設けた。アンナ・ド・ノ・アイユが文人として、頭角を表し始めるのは20世紀に入ってからのことで、1901年に、諸女詩集、1万千の心で、分断デビューを果たした。 二分断で名声を博すと同時にサロンを主催するようになり、ポール・クローデル、アンドレ・ジード、フレデリック・ミストラル、ロベールド、モンテスキュー、ポール・バレリー、ジャン・コクトー・アルフォンス・ドーデ、ピエール・ロティ、マックス・ジャコブなどの有名人が集まった。また、アンナどの愛は、最色顕微な美人として知られ、フィリップ・ド・ラース・ロー、キース・バンドンゲン、アントニオ・ドラ・ガンダーラ、 ジャック・エミール・ブランシュなどの画家がこぞって彼女の肖像を描いた。1906年には彫刻家のオーギュスト・ロダンが彼女の像を制作し、2016年現在、この像はロダン美術館に展示されている。また、ディク・カワムラ記念美術館は、藤田嗣治作、アンナドの愛ユの肖像を所蔵している。晩年は、レジオンドヌール勲章のコマンドゥールを女性として、 初めて受訓された。1921年、作家の全作品に対して贈られるアカデミーフランセーズ文学大賞を受賞した。1933年4月30日にパリで亡くなり、ペール・ラシェーズ墓地に埋葬された。56歳であった。1901年に、諸女詩集、一万千の心で、文壇デビューを果たし、 詩人としての文明を博した。その後も1902年に詩集、日々の影、1913年には詩集、少女と死者などを発表し、恋や青春、人の死などを題材に書かれる流霊な詩が特徴的で、同国の文芸評論家であるアルベールティボーでから、ロマン派最後の詩人と称された。 フランス最大の文学賞であるゴンクール賞が1903年に創設されると、翌年の1904年にビュールーズ賞を歌メンバーと中心になって提唱し、後に呼ばれるフェミナ賞の創設にも尽力した。小説家としても1904年にびっくりした顔、1905年に支配などの作品を残し、晩年の1931年には、 女性として、初めて、レジオンドヌール勲章のコマンドゥールが受訓されている。日本においては、小説家、長井花風が1913年に刊行した、訳詩集、産後集の中で、アンナド・ノアイユの詩を3編、3文訳ではあるが紹介している。また同じく小説家の堀達夫も、アンナド・ノアイユが1913年に発表した、詩集、 少女と死者を生ける者と死せる者ととして翻訳しており、堀の葬儀の際に女優の岸田京子が堀の訳した詩を朗読したという逸話が残っている。2000年に自伝、我が世の物語の翻訳が出版された。ABC、数知れぬ心という表記揺れも存在するが、本記事では1万千の心で統一する。AB 安倍1973 P463、AB 入沢1971、P652、ABC 南城1972、P85、裏野1983、P124、今見られるコレクション。陸川村記念美術館。2020年1月7日閲覧。過去の展覧会。 kawamura-musum.dic.co.jp 陸河村記念美術館2020年1月7日閲覧小林 1967p276 ありがとうございます